エタニティコード会社の高野です。優しい人が好きっていう女、大体ベンヘラ、ナオデスパイリーナヨーシェです。はい、ということで、はい、本日なんですけれども、目隠しかくれんぼをしていきたいと思います。よいしょ。まあね、もういろいろ見たことある方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、非常にオーソドックスに今日は目隠ししてもらって、鬼に目隠しをしてもらって、ね、かくれんぼをしていくと。で、隠れる側の人は動いちゃいけません。隠れた場所から動いてはいけない、避けてもいけない、うん、で、中央はちょっとなしで、はい、お願いします。で、後方のフロア、前日が隠れる場所になります。なるほど。空中ありです。 OK。 空中あり。あー、なるほどね。まあまあまあ、皆さんぐらいになるとね、もう受けると思うんで。そうだね、当たり前やろ。受けるだろ。うん、空中もありです。ということで、鬼なんですけれども、はい、鬼については、うん、1回戦が、はい、で、2回戦がなっちゃう。はい、ということでね、なおとね、おしゃべり豚メガネが、今回鬼ということで、うん、行きましょうか。ちゃんと見つけるの。怖っ。いや、見つからんよ、はい、俺は絶対。ということで、早速やっていきましょう。行きましょう。おーおおおいけますか。いけますか。はい、いけますか。それでは、今から5分間、はい、数えますので、数えますっていうか、タイマーしますので、皆さんは一斉に隠れてください。はい、それでは隠れろ。いってらっしゃい。僕切れました。もうこんな感じでこういこうと思います。ちょ、皆さん、僕切れました。僕切れました。俺決めた、俺決めた、ここにするわ。僕、俺ここにする。誰もたどり着けない場所まで俺が連れてってやるよ。誰もね、たどり着けない場所にね、俺がね、連れてってやるよということで、皆さん行きますよ。壊れないでね。はい、ということでですね、ちょっと若干しゃがみましょうね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。さあ、やっていこうか、お前たち。あ、チャリって音したね。チャリって音したね。チャリって音がするっていうことは、直樹はその辺にいるね。そうだね。ちょっと右側の限界から攻めていこうかな。ちょっと右側の限界からね。ないね。あ、向こう側から音がするんだけど、向こう側の音が、ちょっと待って、重いのか、怖いよこれ。おしゃべりのためだね。さっきチャリってね、チャリ、え、待って、こんなに椅子あったのこれ。ちょっと待てよ。チャリって音がするね。左側からチャリっていう音がするね。あ、カーテン、カーテン、ちょっと待って。なんか笑ったな、今誰か。それだな。待って、見つけるほう、このね、このね、下の方とかにね、いたり、いなかった椅子だね。目と目が合う瞬間、好きだと気づいた。この通りには絶対にいないんだよね。こっち側だね、問題は。ここに机が、あ、誰かいるね。毛深いね。これはジンですね。ギン、はい、ギンアウト。ギンですね。バリシャベルやん。で、ここら辺の上とか、この辺の、あ、何？ぬいぐるみだね。え、なんかいない？そこ、その辺なんかいますよね。その辺なんかいますよね。マジ？なんか今音聞こえたよね。
いらっしゃい。入れんの、ね、待って待って、直樹だね。直樹見つけたね。不覚にもね、じゃらじゃらつけすぎてすぐバレたね。すごい至近距離でいっぱい見てきたね。あ、高橋やな、問題は。あいつ空中か。貴様。待つのが大義んだけども。もう、まだだかいしろや。もういいよ。もういいよ。はよ来いや。はよ来て。だけもういいよ。もういいよ。ちょ、行くんですけど、これ本当に。ちょ、皆さん待ってくださいね。これしゅんちゃんがつけたせいで、あのガバガバなんですよね、これ。これ本当にガバガバで。ガバガバなんですけど、ちょっと頑張ってみたいと思います。本当にガバガバですよ、皆さん。ネタとかじゃなくて。ガバガバなんですよ。ま、え、ちょっと待って、みんなね、気づいてあげましたけど、ガバガバなんですよ。ちょっと待って、ガバガバやろ、ガバガバ。でも、いた！皆さん、待ってくださいね。皆さん、よく考えてください。ここの、このお店で、一番長いのは誰ですか？どうぞ。そうですよね、僕なんですよ。今落としたな、こっち。落と
したな、こっち。一番長いのは僕です。はい、これ言っときますよ、声を大にしてね、言いますよ、これこの店一番長いのは僕なんですよ。で、ということは、まあ、必然的にこの店の仕組みは俺が一番分かってる。そう思いません、皆さん。そう思いませぬか。バーリーあんね、筋トレじゃないんかっていうぐらい、この店でこの配置を一番知ってるのは、そうなんですね、僕なんですね。あ、でも落としたね、落としたよ。聞こえたって、聞こえたよ。聞いてよ、マジで。待てや、おい、ちょっと待て、一回呪文唱えていい？臨病等社会人列財前は。目隠ししたいのと一緒よ。場所、あ、これね、これ場所は分かった、これ欲しいな、これな。これはね、そうだね。これはしゅんちゃんですね。バカきつそうじゃね、そこ。ちぎりそう、ちぎりそう。バカきつそう。筋トレじゃん。ようこの細さにさ、まね、これが乗っ取ってる。いやマジきつそう。匂うよ。熱いまして。やば。
こにいると思います。ジム。うん。ほ？どうすか？え、座ってください。え、顔見えるんだけ。そう。おい。なんじゃなんじゃ、これ見てこれ見て。この店で一番長い。なちゃん、これどこにあったか。これ？うん。うちのお店で一番でかいグラス。グラス。あれグラスよ。え、なんか、こんなの？使わないな。いや、開けたよもう。無理だって。早く見つけてやマジで。無理だって。やるわ。マジで。おっつ。おっつ。いや。見つからんわ。ゆでだこだったね。いやマジでこの中で人一人死にますよ。はい、ということで、はい、第1回目隠しかくれんぼやってみましたけど、どうですか。とっても隠れるのが上手でした。そうだね。ジンがジンバカ上手、ジンが上手だった。まあね、アポ入れるのはね限られてますから。確かにジンちっちゃいもんね。ちっちゃいね。チビだからね。チビじゃないよ、普通だよ。みんなちっちゃくない。ということで、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。します。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。